フリンジにおけるロイヤルマイルでの大道芸エディンバラフェスティバルフリンジはスコットランドの首都エディンバラで毎年8月に3から4週間にわたって開催される世界最大の芸術祭であるエディンバラフリンジあるいは単にフリンジとも呼ばれるフリンジとは公式のエディンバラ国際フェスティバルの周辺にあるもののい。アマプロ有名無名を問わず視覚審査は 全くなく、登録料と参加費を納め会場を見つけさえすれば、収支の見込みは別にして、誰でも講演できるシステムになっている。日本からも、例年、和太鼓や、邦楽の団体、クラシック音楽、コメディなど、幅広いジャンルのパフォーマーが、数多く参加している。エディンバラフェスティバルフリンジは、エディンバラフェスティバルの一環として開催される。その演目は、 ほとんどが公演芸術であり、特に演劇と近年数が増えているコメディが主なジャンルであるが、ダンスと音楽も重要な部分を占めている。演劇は古典から現代の作品まで多岐にわたるが、参加資格の選考は一切ないので、他のフェスティバルでは受け入れられない前衛的な作品のショーケースとなる場合もある。主催団体は、 フェスティバルフリンジソサエティで、オールドタウンのロイヤルマイルに事務局が置かれ、プログラムの発行、チケットの販売、講演者に対するアドバイスの提供を行っている。フリンジの起源は、1947年、第1回エディンバラ国際フェスティバルが開催された際、それに招待されなかった8つの劇団が、自主的に講演を行ったことによる。その目的は、フェスティバルを訪れる。 多数の観客を当て込むと同時に、より実験的な演劇を世に問うことにあった。フリンジという故障は、翌1948年、第2回のエディンバラ国際フェスティバル中に、スコットランドの劇作家、ジャーナリストのロバート・ケンプが、公式のフェスティバルの演劇の周辺で模様される、私的な企画が増えつつあるように思われる、夜になると家にじっとしていられなくなる方々も、いるだろう。 と書いたことに由来する。はじめ運営組織はなかったが、1951年、エディンバラ大学の学生たちが立ち寄り所を設置、参加団体のために安い食事や宿泊施設を提供した。ついで、1955年、完全には成功しなかったものの、初めてチケットの予約販売センターの立ち上げが試みられた。1959年になって、 フェスティバルフリンジソサエティが設立され、ようやく組織化への第一歩が踏み出された。出し物の審査や検閲をしないという原則が定められ、フリンジのすべての演目に対するソサエティの最初の手引きが作成された。同年参加したのは19の劇団だけだったが、年々規模が増大し、学生やボランティアの手に負えないな問題が発生、その結果、 1969年にソサエティは法人化し、ついで1971年には最初の総括責任者が置かれた。当初、フリンジとより保守的なエディンバラ国際フェスティバルの間には激しい競争意識があったが、現在は互いに共存を図っている。エディンバラ大学学生組合の建物テビオット、ハウスに設けられた会場。 ギルデッド・バルーン・フリンジの発展の歴史と会場のあり方は密接な関わりがある。最初の20年間は、それぞれの工業団体が各自の会場で別個に講演を行った。しかし、1970年頃になると、主にコスト削減のためにホールを共同で使用することが盛んになり、一つのホールで一日に6つあるいは7つのことなる。 演目をカバーすることが可能になった。次には、当然ながら、一つの会場を二つかそれ以上のスペースに仕切る方式が取り入れられ、さらに1980年代の初め、多数の公演スペースに区切られた超大型会場が導入された。今日では、多種多様な形と大きさの会場が存在し、考えつく限りのありとあらゆる場所が使用されている。 世紀の劇場、特注の劇場、古い城といった会場から、階段教室、会議場、大学の教室や空きスペース、臨時の建物、教会や、教会のホール、公衆便所、タクシーの後部座席、そして、個人の自宅やトイレの果てまで会場として使用されている。会場を運営している団体もまた様々で、営利的なものもあれば非営利的なものもあり、 通年運営されているものもフリンジの機関だけ運営されるものもある。フリンジソサエティの役割はフェスティバルをプロモートすることであり、主としてこのような大規模なイベントを組織する際の難しい支援業務に力を注いでいる。アリステア・モファットの次の言葉がソサエティの役割を要約している。ソサエティは 参加者の要望の直接的な結果として、エディンバラを訪れる講演者を援助し、彼らをすべてまとめて、一般聴衆に紹介、宣伝するために設立されたものである。ソサエティは、参加団体を審査したり招待したり、また、芸術的に判断を下したりするために、組織されたのではなかった。何が演じられ、それが、どのように演じられるかは、 フリンジに参加するそれぞれの団体に委ねられたのだ。この方針が、現在フリンジが、無傷のフェスティバルと呼ばれるゆえんである。このような方針の結果、長年にわたって、フリンジの芸術的な質について、相反する批評が見られる。ただ、近年のように2000以上もの公演があれば、その質が多様なことは、必然の結果と言えよう。プロ的な、 厳しさとそれぞれの分野での芸術的内容の点で、エディンバラ国際フェスティバルのプログラムに匹敵し得る、トップ50の公演から最低のどうしようもないレベルのものまでまさにピンから切り、その中間にフェスティバルファンに様々なレベルで訴える多様な公演があるということになる。過去20年以上にわたってマスコミでよく取り上げられるのは、 スタンダップコメディがフリンジを乗っ取りつつあるという批判である。最近の聴衆のかなりの部分がスタンダップコメディにだけ流れてコメディではない演目を周辺的と見なし始めているとされるが、しかし実際は依然として演劇の公演の数が最も多い。ただダンスと肉体芸術は体調傾向にある。 いかなる章も自由に上演することができるという了解があることから、性的描写の際どさや宗教に関わる面で個人の思考が対立するような場合、当然ながら議論が巻き起こることになる。また、言うまでもなく、講演団体の中には自分たちの演目を宣伝する手段として、時に恋に論争を巻き起こそうとする例もある。 1970年代終わりから1980年代の初めにかけての超大型会場の誕生も多くの議論を呼んできた。これは6つあるいはそれ以上の別個の公演スペースを備えた大型の会場のことであるが、これらの大規模で何でも揃っている店が結果としてフェスティバルの聴衆を一手に集めているという批判もある。これらの大規模会場は、 一箇所で多くの有名な作品を上演することにより、小規模で客が足を運びにくい劇場、すなわち、公演団体に比較的安い使用料で会場を提供し、新人を含む、どちらかというと、伝統的なフリンジの公演を提供する場から徴収を奪う可能性があると指摘されることもある。近年、チケットの価格が高騰している。 1990年代半ばには最高レベルの公演で一人10ポンド、平均5ポンドから7ポンドだったのが2006年になると10ポンドを超えるものが増え初めて1時間20ポンドという公演が現れた大きな会場の賃料、ライセンス料金、エディンバラフェスティバル期間中の宿泊料金などの高騰が原因と考えられるこの傾向に逆行して 最近、フリーフリンジとラーフィングホース、フリーエディンバラフリンジという二つの組織が、無料公演というコンセプトを打ち出した。これらの公演の90%はコメディであるが、この方式の下で、2005年には22、2006年には69の公演が行われ、2007年には320公演に増大した。エディンバラで発行されている、地元シスコッツマンは、 公演を幅広く取り上げている。本来、フリンジのすべての出し物を批評することを目標としていたので、フリンジのバイブルとみなされていたが、公演の数の増加により、現在では演劇を中心に演目を選んで批評している。他の地元のメディアとしては、グラスゴーヘラルド、スコットランド・オン・サンデー、メトロのスコットランド版で挙げられる。スコットランドの芸術。 娯楽雑誌リストよびスキニーも後半にわたってフリンジの公演についてレポートする。ロンドンで発行される全国誌、特にガーディアンとインディペンデントも多くの批評を載せ、芸術週刊誌ステージは演劇を中心に公演を多数取り上げている。フリンジの公演に対する賞は様々あるが、特に演劇分野の賞が多い。一例としてスコッツマンによる フリンジファースト賞、ペリエ賞、グラスゴーヘラルドのヘラルドエンジェル賞、ステージ誌によるステージ最優秀演技賞、リスト誌のライターズギルド、リストフェスティバル賞などが挙げられ、作品、劇団、俳優、プロモーションなど多面的な角度から賞が与えられている。フリンジは過去60年以上の間に劇的な成長を遂げてきた。 公式ウェブサイトの統計によれば、2006年には261の会場で1867の演目が28,014回上演され、記録上最大のフェスティバルとなった。同年チケットの売り上げは150万枚で、100万画枚を超えたのはこれで4度目になる。2007年は250の会場、2050の演目、3万1000回の公演。 さらに2008年は247の会場、2088の演目、31320公演と、記録を伸ばし続けている。この2000を超える出し物の中では、依然として演劇が最大のジャンルであり、それを僅差でコメディが追っていて、早晩、コメディが演劇を追い抜くと予想される。その他のジャンルとして、ダンス及び肉体表現芸術、音楽、 子供のためのショーなどが演じられる。このような、膨大なプログラムの中から見たいものを選ぶ、手がかりとして、一つは、フリンジサンデーという催しがあり、フリンジ最初の日曜日、エディンバラ市内の大きな公園メドーズで、多くの劇団が無料で、公園の全部あるいは一部を演じるのを覗く機会がある。また、フェスティバル期間中いつでも、ハイストリートのセントジャイルズ大聖堂や、 フリンジ事務局の周辺で劇団が聴衆を引きつけようとチラシを配布したりパフォーマンスを行ったりしている。フリンジの不可否的な肥大化についてはフリンジの伝統の中で育てられてきた人々はコメディーの増加と全体的な質の低下に懸念を示している。一方、主として大会場側は他の都市、例えばマンチェスターのような都市で開催されるこの種の フェスティバルとの競争に勝ち抜くためには、フリンジがさらに大きくなる必要があると主張、増大する講演者と観光客の双方を受け入れるために、エディンバラのインフラの整備が急務だとしている。エディンバラフリンジの最も重要な遺産は、議論はあるとしても、一切審査のないフェスティバルのモデルを提供したことであり、フリンジ演劇という概念は世界中でコピーされてきた。 続々と生まれたこれらのフェスティバル中の最大のものは、アデレードフリンジフェスティバルと、エドモントン国際フリンジフェスティバルだろう。演劇の分野で、フリンジで初演された作品がいくつかある。中でも、トム・ストッパー同作、ローゼン・クランツとギルデン・スタンは死んだと、トム・コートニー主演の、モスクワ駅が、最もよく知られている。また、多くの劇団が、 フリンジで繰り返し講演することにより、その芸術的水準が高められてきたことも指摘されうる。芸術形式の点から見れば、フリンジがワンマンショーの故郷とみなされても間違いないだろう。フリンジ自体がその形式を生み出したわけではないが、このジャンルを開花させる媒体となったことは確かである。コメディの分野では、フリンジは多くの俳優の経歴を花開かせる道場を、 提供してきた。1960年代に、モンティ・パイソンのチームの様々なメンバーが、学生のプロデュースする公演に、出演、引き続いて、ローアン・アトキンソン、スティーブン・フライ、ヒューローリー、エマ・トンプソンといった人々が輩出した。そして、近年も、多くの、掘り出し物のコメディアンを生み出している。ありがとうございます。